本日はシーカ講座野村健三記念講演を配信させていただきます。現在市川市文学ミュージアム通常展示エリアでは、市川市ゆかりの俳人野村敏郎氏の生誕110年没後20年にあたり、俳人野村敏郎と野村健三展を開催しております。ご登壇いただきます野村健三氏は、野村敏郎氏のご子息としてこの展示に多大なご尽力をいただきました。野村健三氏は俳句結社沖の主催であり、俳句界のリーダーとしてもご活躍されています。また市川てこな文学賞の実行委員長、俳句部門の選者でもあり、本講演会では俳句を含めたシーカの創作ポイント、そして俳人野村敏郎と野村健三展にまつわるお話をいただきたいと思います。それでは野村先生、お願いいたします。皆さんこんにちは。本日は市川文学ミュージアムの講座ということでお招きにいただきました野村健三でございます。今日は俳句における定住意識というタイトルで、お話をしたいと思います。しばらくの間ご清聴いただければと思います。今回7月から、野村敏郎野村健三展というのをこの文学ミュージアムで開催をしていただいております。それにちなんで、7月の29日に、このグリーンスタジオで、皆さんの集めて、講演をすることになってたんですけど、コロナの状況があんまり芳しくないということで、こういう形での、オンラインでの発信ということになりました。そういうことで、この会場にお集まりいただけなかった方も、たくさんの方がね、お聞きできるんではないかということで、その点では良かったのかなというふうに思っております。まず私の紹介、自己紹介ということをさせていただきます。私は野村健三と申します。現在、公益社団法人俳人協会、これは日本で一番、俳句の世界では一番大きい組織なんですけど、そこの理事長を務めております。どういうわけか、今週3回、東京の方に通って、この仕事に携わっております。そのまた OK という、雑誌を、これは野村敏郎が、昭和45年に創刊して、昨年でちょうど50周年を迎えたということで、本年はちょうど51年目にあたっておるわけです。この主催を継承しまして、私も、ほぼ20年目に入ったというようなことで、あります。まず私の俳句を作ったきっかけというか、俳句にきっかけからまずお話をしたいんですが、今、8月の9日にオリンピックが閉会を迎えました。日本選手の大変な活躍があってメダルラッシュということで、非常に、コロナ禍でありますけど日本中がみんな感動に包まれたということでございます。ちょうどこの57年前に東京オリンピックというのがあったわけですけど、その時に私が初めて俳句を作ったというのが、最初だと思います。1964年、私が中学3年生でした。市川学園の中学で、ちょうど国語の担当してた
担当していただいた先生が林翔先生ということで、沖の副主催として、野村敏郎をずっと助けた人ですけど、ちょうどこの先生がちょうど国語の担任の担当だったということで、教室で全員に俳句を作れということで、これは市川市の俳句協会というのがありまして、そこの、その当時はこう小中学生の部というのがあって、そこに応募するので、句を出せということで、教室で、みんな作りました。私も何句か作って、出したんですけど、私も父が俳句をやってたとはいえ、俳句の方は全く知らないで、そういうことから、本当に、ありのままを読もうということで、ちょうど今回のオリンピックでは市川聖火も通らない、聖火を通る行事っていうのはできなかったんですけど、1964年の時は市川を聖火が、駆け抜けたということで、その印象を読んだ句があります。青みかん八百屋の舞を聖火行くという句で、青みかん八百屋の舞を聖火行く、まさしく、私が作った初めての第一句目ということなんですけど、これはちょうど国道を、ちょうど国道14号線を、今市役所の前に行きますと八幡神社の鳥居がありますけど、その前にちょうど八百屋さんがありました。今はないんですけど、そこに並んでいた青みかんを見て、そこに、オレンジ色の炎をした聖火が通り過ぎていったということで、私は小学校の友達も聖火ランナーとして、参加したということで、非常にこの聖火については、懐かしい思い出があります。これがどういうわけか、市川市の俳句協会の小中学校の部の1位に輝いたわけで、なんか選者の先生がいろいろ野村敏郎の息子だからということで忖度をしていただいたのかどうかわからないんですけど、非常にこの批評の中では、青みかんとそれから聖火のこのオレンジ色の炎と、色の対比が非常に素晴らしいということでお褒めをいただいたわけです。こういうところで1位になりますと、やはり、スポーツ選手と同じ金メダルですから、非常にこう気分はいいことで、それがきっかけで俳句をやろうというきっかけにはならなかったんですけど、それから、大学に入りまして、父が養鶏を創刊したという時から、俳句を始めようということで、最初は俳句の結社の仕事というのも、本当にいろんな下働きが多くて、毎月毎月出される雑誌があるわけですけど、それの皆さんから集まってくるお金の整理とか、それから皆さんに本をお届けするという発送する作業というね、本当に、そういう地道な仕事があったわけですけど、これは企業ではありませんので、家内工業ということで、その頃母が、そういった手伝いをしてたわけで、その手伝い、母の手伝いをするために、私が、大学生でありましたから、参加して、郵便局に本を持っていくとか、そういう仕事をしました。また時にいろいろ市川の公民館、ちょうど今葛飾八幡があるところに中央公民館があるんですけど、もっとこう古い建物だったと思いますけど、そこでこの沖の霊界の前身のね、芦火市川霊界と
というのがそこで行われましたけど、そこに、まあ、どういうわけか、敏郎が、まあ、皆さんが、早くから、会場に集まっているわけですけど、その時に、その日に出す席代っていうのと、それから句会の道具、まあ、こういったものを、まあ、敏郎が先に敏郎が行く前に、その会場にお届けするというのが私の仕事でしたから、ちょうどその、まあ、父がその席台を、炭でしたためた半紙を持って、会場に行きますと、ちょうど係の人が出てきて、まあ、非常にあのその、まあ、心待ちにしてるという、ね、風景が非常によく分かりまして、だからまあ俳句をやる人は、まあ、そこでその題名に従って句を作っていくのか、即吟をしていくわけだからということで、まあ、非常にあの私が来るのを心待ちにしているような様子でありました。まあ、それもなんか今から考えると、何か敏郎はあの決して私に俳句をやれということは一回も言ったことはないんですけど、まあ、なかなかこう敏郎もしたたかであって、まあ、そういうことをなんか手伝わせることで、なんとなくこう私が自然にその道に入っていったというようなことだったんで、今から考えるとなかなか敏郎もしたたかな、なかなかやるなというふうに思っております。まあ、そんなことで、まあ、今日はあの、まあ公演に入っていきたいと思います。まずあの今日はあのテコナ文学賞のね、シーカ講座の一環でもあるということなので、まあ、テコナ文学賞も今回22回目を迎えました。ちょうどあの2000年ですね、2000年に、ミレニアム事業ということで、まあ、いろんなこう文化事業がそこのからスタートしたわけですけど、その時にテコナ文学賞という市川を読むという、ね、一つの題材で始まったわけですけど、まあ、それからも数えて22年なのかということで、まあ、非常にまあ、非常に、新たな気持ちになりました。まあ、そういう今日あのテコナ文学賞の参加される方、トークされる方にも、まあ、少し参考になるような、まあ、俳句のこう初心者向けのねお話も最初はしていきたいというふうに思います。まず俳句の生い立ちというところから始めたいと思います。俳句っていうのは、俳句の源流っていうのはね、もともと平安時代から和歌とかそういったものがあったわけですけど、まあ、それが連歌という形になって連句、その連句の中の北句というのが、まあ、俳句になったということで、まあ、あの皆さんがご存知の芭蕉の時代にね、まあ、一つのこの北句から俳句へのね、まあ、一つの動きというのがあったわけですけど、まあ、現在のこの俳句を確立したのは、正岡、明治になってから正岡子規がね、現代俳句のを確立したというふうに言われています。俳句の3つの約束事があります。これはまず、その中の例句として挙げたのが、火を焚くや枯れ野の木を垂れかすぐ、のれひびの見うる航空写真かな、竹行者鋼立ちしていたりけりということで、敏郎と私の句を例句に挙げさせていただきました。ここに火を焚く矢の矢があります。それからのりひびの見ゆる航空写真かなかなっていうのがあります。竹行者鋼に立ちしていたりけりけりってあります。この矢かなけりっていうのは、まあ、切れ字と言ってるんですけど、じゃあこの矢とかかなとかけりっていうのはどういう意味を持ってるのかって言ったら、意味は全くないんです。
まあ、この調べを整えたり、やっぱりまあそういったこう非常に五七五という中でこう全てを完結するので、やっぱりこういったこう矢とかかなとかけり、こういったものを使いながらこうまあリズムを整えていくということがあります。17文字で、17音でできているということで、まあ17文字17音でできているということで、まあ、非常にまあ世界で一番短い詩であるというふうに言われています。まあ、このこともありますし、それからまた枯れ野とか、まあこういった季節の言葉が入っていると、まあ、これ季語というふうに言っているわけですけど、こういった季語が入っている、まあ、中には今無季語のね句を俳句を作っているというねグループもありますけど、まあ、大方は大体この一つの季語というのをまあ約束事として使っています。まあ、他 の今短歌とか川柳とかそういったところにはこの季語といったものはありません。それから先ほど言いましたかなやかなややかなけりという切れ字があるということです。季語の季節っていってね、これまあ季語があると、日本は、まあ、外国にも比べて、四季があると、四季の非常に風物がこういろいろ楽しめるという大変いい環境の中に我々は住んでいるわけですけど、まあ、この季語っていうのも春夏秋冬ということで、まあ、そういったものが毎年毎年巡り巡ってくるわけです。それで、まあ、今我々のこう季語という扱いを、まあ、春夏秋冬ということで、やるときに、まあ、春というのは、まあ、立春から立夏ということで2月の4日から5月の5日頃から夏が立夏で、立夏から立秋の前日ということで5月の6日から8月の7日の頃、そして、秋が立秋から立冬の前日ということで8月8日から11月6日頃、まあ、冬は立冬から 立春の前日まで11月の7日から2月の3日頃ということで、まさに現在は今立秋が過ぎた直後ということで秋になるわけです。まあ、最近はまあ地球温暖化ということで、まあ、今8月に入っても非常に猛暑酷暑というような言葉が使われて、まあ、本来であれば立秋を過ぎたわけですから残暑ということで言うわけですけど、まあ、残暑というにはちょっとふさわしくないような、酷暑の毎日が続いていますけど、まあ、ただ気持ちの上だけではやっぱり、まあ、俳句作る者にとっては秋を読んでいこうということでやっています。24節気ということで、まあ、1年365日を24等分して、こういうふうにすると24節気というのがあります。まあ、これは24等分しているわけで、非常に、まあ、春夏秋冬4つの組み合わせよりまたさらに細かくなってくるわけですけど、まあ、秋も初秋というね、ことで、まあ、初秋はだいたい立秋、24節気では立秋とか処暑、それから中秋に入りますと白露とか春分から晩秋になりますと甘露とか霜降というのがあります。この、まあ、24節気のことなんですけど、ちょうどお茶の水の域、新お茶の水っていうのかな、あれ、千代田線っていう電車が、新お茶の水にありますけど、その駅のホームのちょうどお茶の水の側からこうね、神田の方に降りていく、ずっと列を行くと壁に24節気が全て、書いてあるということで、
まあ、ちょっと24世紀を確かめたかったら一度この駅に降りて端から端まで歩いてみるとなんかまた楽しめるかなというふうにも思います。先ほどの定型ですけど17字17文字についてということで、まあ、これはあの先ほども申し上げましたけど、まあ早くは見たもの感じたことを17文字の短い韻律で調べにまとめることということで、まあこの「やく」とか「かな」とか「けり」っていうのね、まあ、俳句の優しさまた難しさがある中で、まあ、この短い詩形を整えるというね役割もしています。まあ、こういうことで、まあ私たちの感動を縮めてズバリ見る人に訴えるための条件として、まあ、17文字季語切り字というのがあると言えます。まあ、季語のついての一例ということで、まあ、春の、まあ、これは 山のこう一つの四季の変化を捉えて言っている言葉ですけど、春の季語としては山が笑う、山笑う、夏になりますと山滴る、秋の季語だと山予想、冬の季語だと山眠るということで、まあ、一つの山を一つの擬人化して笑う、滴る、予想、眠るというような形で、まあ、四季折々の変化をあれしています。で、まあ、切れ字ですけど、まあ、切れ字のはもう先ほど言いましたようにあんまり意味がない、矢に何の意味があるか、かなに何の意味があるかということで、まあ、切れ字の性格っていうのは、まあ、俳句というのは必ず、まあ、五七五でだらだらだらって17文字を全部読み込むんではなくて、やはりどこかに一つの切れがあるということで、まあ、やかなけりがなくても切れっていうのがね、どこかに必ず一箇所なきゃいけないということで、まあそういう意味で「や」「かな」とね両方をこう併用して使うっていうねいうことは避けた方がいいということが言われています。まあ俳句を作るには何が必要か。まあ本当に他の趣味だといろんなものがこう道具というのがね必要なんですけど、俳句はなかなか非常に簡単なもの、まあ歳時記、まあ歳時記も昔はこんな厚い歳時記があったりしたんですけど、また辞書というのも非常に分厚いものがあって、だけど今は非常に電子辞書と、電子辞書の中にも大体歳時記が2つぐらい組み込まれてたり、またあの辞書も引けるということで、まあ、これはあの電子辞書を持っていけば大体まあこれで役立つということで、まあ、あと手帳ですねと鉛筆、まあ銀行区間の手引き、まあ、これはあのまあ必要ない方は必要ないかと思います。俳句会っていうのもねあるわけですけど、やっぱり、まあ、俳句っていうのはやっぱり昔から連中組織というかね、やはり一堂に会して、まあ、そこで、出句をして請求をして、請求用紙の回覧をしながら皆さんに選句をしていただく、それを披露して最後に先生が公表と発表していくというようなことになるわけですけど、まあ今あのこういったこうまあ一つのとこに集まるというのがね、まあまあ基本なんですけど、コロナがね人が集まってはいけないというようなことなので、今はまあ非常にこういった俳句会についても市場の区会、紙の上での区会、それからインターネットを使った Zoom の区会とか、オンラインを使ったオンライン区会と、そういうような形でもこうできるでいます。まず実際そういうことを今実際やって、まあ一つのある意味のまた成果を上げています。まああのちょっとこれからワンポイントアドバイスということで、
まあちょっとあとランダムに帰ってきましたけど、まあ俳句というのは美しい心を感動すること、心から楽しむ心を持ち続けるように心がけたいということで、やはり人間やっぱりこう感情のね、動物ですから、まあ、非常にこう感動したり、楽しんだり、まあ、そういう美しいなら美しいということを、ね、感じる人間ですから、まあ、そういったものからこう一つの俳句へのつながりが出てくるということであります。まあ、この歳時記国語辞典、古語辞典を用意することということで、まあ、古語辞典までいつも持ち歩くというのは大変ですけど、やっぱりまあ今こういった電子辞書が全て一つで機能を果たしてくれるというものもあります。またあの俳句に触れたいと思うと、今新聞や雑誌などね、いろんなところにこうまあ俳句の欄があります。まあ、そういうことで、まああのまあ、一般のこう新聞だけではなくて雑誌、また業界誌というね、そういったところにもなんか後ろに、まあ、俳句欄がついていて、多くの人に参加をしていただくような機会を作ってあります。まあ、作家はこの普段見たもの、感じたことを忘れないようにメモをしておく習慣をつけるということで、必ずの俳句手帳だから、俳句になったものをこう五七五になり出来上がったものをこう写し取っておくということじゃなくて、やっぱりその発想の発端というかね、まあ、ちょっと感じたこと、まあ、それをこう一つのメモにしておくということが必要だと思います。まあ、人間なかなか頭がいいようで、またすぐ忘れてしまうということもあるので、まあ、そういったこう一つのメモをしておくことで、また後日それがきっかけで一つの俳句ができてくるということがあると思います。まあ、俳句は楽しみながら面白みを持って読むようにしたいと。まあ、俳句はその時のひらめきも大事だということで、まあ、これはのひらめきって言ってもね、いつもひらめくわけじゃなくて、やっぱりこれにはかなりいろんなものを蓄積しといて、まあ、それがこう何かの拍子に何かひらめきって出てくるということなので、まあ、あの最初から誰でも全部ひらめきだっていうわけで作ってるわけではないと思います。わずか17文字だなのだから、まあ、ここに何でもかんでも詰め込んじゃおうというね、詰め込み主義っていうのはいけない。いかにこの17文字をこうシンプルに簡単にするか、やっぱり詰め込みすぎたものはやっぱり人から見てもなんとなくこう重たく感じて、なんか好きな句になれないというようなこともあると思います。割とこうシンプルな句っていうのはね、まあ、人の感動を呼んだりもすることがあるということです。一人で本などで勉強してもなかなか進歩しないということで、まあ、あの手っ取り早い方法としてはやはり、みんなに教えてもらうということで句会に参加するということがね、大事で、やはり、その時に、まあ、他人からこう批評を聞くことが、まあ、非常にこう大きな勉強になっていくのではないかということです。それから日常の中で自然に触れるということで、これもあのよく、まあ、皆さんこう俳句を作らない人でも通勤通学ということで、まあ駅まで行く時に、まあ、あの歩道を歩いていくわけですけど、まあ、下転ばないように下を見ていくのもいいんですが、まあ、あのいろいろこう街路樹があって、街路樹もいろいろこう日に日に変化をしますよね。まあ、春になると芽吹きがあって、また、若葉が出てきて青葉が出てくるというような、そして、秋になると枯葉が落ちて、枯葉になって色が変わって、それが落ちていくというように、非常に、街を歩いてても変化に気づくということがあるんで、意外とこれあのみんなこう毎日毎日同じことをしていると思うんですけど、駅まで行く間にやはり
まあ、転ばないでいけたっていうのは、ね、まあ、いいことなんですけど、その以外にもやはりちょっとこうそういったこう変化をね、感じ取るということも大事ではないかと思います。まあ、市川っていうねところをちょっと注目していくと思いますけど、まあ、市川っていうのは非常に今のこの東京の近くにありながら、まあ、非常にまあ、地の利もいいために、まあ、非常に文芸的な土壌というのがね、醸成された地域でもあったわけです。これは万葉時代からも市川が舞台となった「てこな伝説」がありますけど、まあ、市川にはちょうど国府があって、まあ、国の ね、お役人さんが市川に赴任して、まあ、このてこなのお話が出来上がってるわけですけど、まあ、そういったところからも万葉集にも呼ばれて、まあ、できたわけで、まあ、これもまあ市川の、まあ、誇りの一つとしていいんではないかと思います。また近世になって江戸時代になって、芭蕉も市川を訪れています。ちょうど深川の芭蕉庵のとこにね芭蕉が住んでたわけですけど、まあ、奥の細道とかいろんなこう気候をするわけですけど、ちょうど鹿島気候というのをね、芭蕉が試みたときに、ちょうど深川から、芭蕉庵のところからね小名木川っていうね川がありますけど、これの小名木川というのはこれ作った運河で、まあ、これは行徳の塩をね江戸に運ぶために作った、水路ということだったんですけど、まあ、その水路を芭蕉は、一路市川の行徳の方に向かってきて、行徳の常夜灯あたりからこう陸に上がったんではないかということであります。まあ、行徳江戸時代のこの芭蕉のいる頃の行徳も非常にやっぱり、まあ、俳諧というものがね盛んで、まあ、非常にその当時の記録というのが、行徳の法善寺っていうね、まあ、これは俳諧寺とも言われてるんですけど、法善寺っていうところにその時の記録が残っています。まあ、そういうことで、芭蕉の句碑がねこの行徳の法善寺、これは、書場寺、書場っていうのは塩場って書いてね書場って呼ぶんですけど、書場寺っていうところに今この俳句の歴史をひも解く資料があったり、また句碑があったりしています。まあ芭蕉は、ちょうど市川には2泊3日、滞在したというふうに記録が残っているそうですけど、まあ、残念なことに市川で作った句がないということで、ただまあ市川には句碑が、芭蕉の句碑がねいくつかありますので、また後でご紹介したいと思います。また小林一茶もうこれ長野県の信濃町のね、出身なんですけど、まあ、東京に江戸に出てきていることが多かったので、まあ、この流山にね、とか松戸の馬橋っていうところに、長く逗留していたということで、まあ、いわゆるパトロンですかね、まあ、そういったこう流山とか、ここら辺はこう非常に江戸側の過半であったために醸造業っていうかね、まあ、そういったこう今でもみりん工場があったりしますけど、そういったこう商人がいて、まあ、そこに一茶が長く逗留していたということで、まあ、大川隆佐っていうね、人が一緒にママさんの御坊寺をね、訪ねてる記述がありますけど、まあ、これも非常に一茶さんもまあでママさんにも何度もね、訪れているということです。それからまあ、明治に入って、まあ、高浜虚子から水原潮氏富安風生というのがね市川を好んで訪れてくれたと
ということであります。水原秀王氏も、東京の神田にいたわけですけど、小学校の時に、小学校の時、秀王氏の小学校の時っていうから多分明治の終わりぐらいだろうと思いますけど、初めて市川に来て、この台とかね、ママの風景を見たということで、それから足しげく自分一人でその後も市川に通ってきたということですけど、今みたいに電車がこう総武線が市川まで来ているという時代じゃなかったので、おそらく亀戸あたりから歩いてきたんじゃないかなということで、大変な苦労があったのかなと思いますけど、昭和5年に葛飾というね、まさに大地区州は秀王氏の大地区州を葛飾ということで、市川あたりを読んだ風景がこう一つの句集にまとめられています。それから、富安風生というね、作家も、正雄の空よりしだれ桜かなというね、有名な、代表句でもあるわけですけど、その句碑が市川の伏し目桜を読んだものとして出ているということで、非常に、文芸的な土壌は非常に豊富だったということが言えるかと思います。戦後も多くの俳人が、市川に居住していました。吉田東洋、安倍昭仁、柴田白洋女、岸風三郎、野村敏郎、林翔、伊藤白鳥というね、俳人、こういったこう一人の俳人がねいると、やっぱりそこに不思議とこう集まってくるというのがね、こういった都市の特徴だと思いますけど、やはりそういう文化的な香りがあるっていうところには自然とこうたくさんの人がそこに集まってくるというもので、非常に文芸的なこう土壌が形成されるやすいということだったと思います。手こな文学賞の創設から、22年ですね、ですけど、そういったことで、市川を読むという一つのテーマで、ずっと今行われているわけですけど、これに合わせて、子どもたちの俳句の育成ということにも力を入れてまして、出前授業ということで、この去年、今年は、残念ながらコロナの影響で、学校にね、ご訪問して、出前授業をやることはできないんですけど、このまたコロナが落ち着いたら、そういったものも徐々に再開をしていきたいというふうに思っています。先ほど言った万葉の舞台となった葛飾ということで、高橋虫丸の葛飾のままの入り江に打ちなびく玉も借り剣手こなし思う保有というね、これは本当に私なんかは、古典の教科書っていうかね、中学校の古典の教科書にこれが出てきて、これは先生から市川のこうね、ママの入り江っていうの、市川のことを読んだのが万葉集になってんだよっていうことで、非常にそれを聞いた時に、市川っていうのをすごい誇らしげに感じたことを思います。先ほど言いました芭蕉と一茶、これは宝禅寺にある句碑ですけど、疑うな潮の潮の花も裏の春ということで、疑うな潮の花も裏の春、これは明治時代に芭蕉の南海期かなんかに作った句というふうに言われています。これは一家で作った句ではなくて、じゃないんですけど、ちょうど浦安と行徳がこう潮の町でもあるということで、この弟子たちがこういう句をね、宝禅寺に句碑として収めたということになっています。月林小杖に雨を待ちながら、これは行徳の行徳街道沿いにある田中愛子さんというね、お宅の家の前に立っている句碑です。この句は、
ちょうど鹿島紀行に行く途中に読んだものということで、まあこの地に置くには非常にふさわしい句ではないかなと思います。これは石さんの句詩です。ママ寺で紅広石をちりもみじということでね、ちょうどの階段をずっと長い階段を上がって山門に入る右側にこの句碑があります。まあこれ今は非常に伏せしめ桜とか桜でも有名なんですけど、まあ、この頃はやっぱりもみじの名所でもあったということで、まあ、こういうふうに拾うんだよっていうことをね、ちょうど一緒に来た大川隆さと、まあ、ちょっとこうおどけて歌った句というふうに言われています。梨作と葛飾の野綿の曇りというね、万さんの愚坊寺、今の山門の一山の句碑の反対側ですけど、山門の左側になりますけど、昭和29年に建立されて、水橋良氏の句碑は全国また外国にもあるんですけど約100いくつ何基があると言われてますけど、この句碑が、まあほぼ一番目の句碑ということが言われています。正雄なる空よりしだれ桜かな、これがママさん愚坊寺の富安風生句碑ということで、この句碑もついこの間の伏せ締桜のこの垂れ下がるしだれ桜が垂れ下がる真下にあったんですけど、どういうわけか反対側になんか、去年ぐらいからですね、移設をされてしまいまして、ちょうど鐘楼の下に、この句碑があります。これは私の父野村敏郎の句です。春一人やり投げてやりに歩みうるということで、この台のスポーツセンターで陸上競技場が見渡せる中にあります。火を焚くや枯れの沖をたりかす、これは純粋池公園にある句です。まあこれ実際この火を焚くや枯れの沖をたりかすっていうのはどこで読んだかっていうね、場所を特定することはできない、まあ、いわゆる心象、心の形っていう心象風景とも言われてますので、まあ、この純粋池でもちろん読んだものではないんですけど、まあ、こういった、野村敏郎の代表句としてね、市川の純粋池公園に建立されています。今日のテーマである俳句における定住意識ということで、少しこう考えてみたいと思います。野村敏郎の、まあ、野村敏郎が市川をどう読んだかということをちょっとお話をしたいと思います。野村敏郎は昭和13年から平成13年までの65年間を市川で暮らしました。これ まあ生まれたのは東京の谷中で生まれて、谷中のちょうど今、清水町っていうのがあるんですけど、ちょうど池の端から、谷中の方に上がっていく坂がある、これが清水坂と言われて、まあ、そこら辺で生まれたというふうに言われています。まあ、生まれてから大体7歳ぐらいまでその谷中で暮らしたというふうに聞いています。まあ、その後こう田畑に行って、まあ田畑ちょうど今どこに住んでたかっていうのを調べましたら、ちょうどの田畑の文士村っていうね記念館があるんですけど、そこら辺がこう野村家の住居があったところということで、まあそこでまあ田畑は文士村っていうことで芥川龍之介とかまた洋画家がね、画家の洋画家が住んでたところというところで、非常に文化的なこう周りの環境の中で育ったというふうに聞いています。まあ、それから昭和13年に市川に来たんですけど、市川に来たきっかけっていうのも、まあ、ちょうど市川学園という市川中学というのがね出来上がって、まあ新設校ですね、新しくできた学校ができたと
ということで、まあ、これを教えてくれたのは私の父の兄、まあ、これはあの兄は建設業で、まあ、ちょうど市川駅が出来上がるぐらいの時だったのかなと思いますけど、ちょうどその屋根をこうね、屋根の建材を市川に搬入している時に市川中学ができるということを、まあ、この弟の野村敏郎に伝えて、じゃあ行ってみようということで、まあ、ここに、まあ、教師として赴任することになったわけです。まあ、昭和13年ということで、まあ最初は市川の八幡に、曲がり生活っていうかね、下宿生活をして、まあ、後に結婚して一つの小さな家を借りて、まあ、そこに住んだということです。まあ、あの市川で読んだっていうか、まあ、これはあの教師としてのね、句があるわけですけど、長靴に腰埋の脇の老教師、飛楽書の第一家桜子借り蹴り、鉄筆をしびれて話す冬の暮れ、板前は教え子なりし一の鳥、冬一番寒き日にならん食を辞すということで、まあ、この長靴にとか飛楽書の句は、ちょうどの咀嚼音という中にね、まあ、教師生活をまあ非常に、読んでいます。それから、まあ、板前は教え子なりしというようなことで、まあ、これ卒業生というのも非常にあの大事にしたというか、非常に卒業生の、ね、同窓会というか、そういったものも非常に足しげく通って、まあ、そういう交流を深めたということがあります。まあ、板前は教え子なりし一の鳥ということで、おそらく一の鳥に、ね、浅草辺りに行った時に出てきた板前が教え子だった先生と言ったんじゃないかなと思いますけど、まあ、そういった句を読んでいます。これあの写真でも昭和13年ぐらいの写真を一生懸命探しまして、まあ、これが若い頃の、教師時代の敏郎ということで、市川学園の校内で撮った写真です。長靴に腰埋の脇の老教師ということで、まあ、この句は今市川学園の本校の高架下碑のすぐ真横に置いてありますけど、まあ、当初市川霊園のね姿先生というこの腰埋の脇の老教師の先生のお墓の脇にあったんですけど、まあ、最近石川学園の校内に移しました。志らく書の第一家桜子借り蹴りというかね、これは石川学園の昔あった校舎のところに石川学園のグラウンドがありますけど、ここに野村敏郎、林翔、福永浩二も3人の句碑があります。まあ、ちょうど3人がこう市川学園で勤めたということで、まあそれにちなんでこの3人の詩を忍んでこう句碑が立っています。その一つが飛楽書の第一家桜子借り蹴りということで、まあ、これはまあ、先生もね、生徒もやはり新しい新学期が始まるとやっぱり新しい教科書、これやっぱり匂いが新しいね、インクの匂いがするようなのをブーンとして、さあこれから1年間頑張ろうという気持ちになるわけですけど、まあ、そういう教師もそういったこう非常に引き締まった、気持ちがね湧き起こることで、まあ、この生徒たちはどう1年間教えていくかというね、まあ、そういった思いに至った句だと思います。家族を読むということで、抱かれてるのは私で、多分2歳か3歳ぐらいの頃じゃないかなと思いますけど、これはあの私が生まれた、市川の八幡の今線路沿いにあって、今はもうちょうど駐車場になってますけど、そこで生まれて、父に抱かれた、姿ということで、まあ、市川で読んだのはやっぱり家族を読む、まあ、ちょうど咀嚼音というのは非常に境外俳句と言われていて、
まあ、教師の自分である教師の仕事、それからまた家に帰って家族との交流、まあ、そういったものがこう区の中心になって、まあ、いわゆる郊外俳句時代と言われたんですけど、咀嚼音という、ね、句集に収められたものです。まあ家族をどんなのが、野村俊がどんなの句を読んだかということをご紹介します。行く箱に万葉の露みな走れと、これは私は三男で、長男が、この行く箱ということで、長男が6歳の時、まだ次男が、まあ、0歳2か、生後2ヶ月で、亡くなっています。まあ、非常に戦後の間もない時代で、まあ、非常に、まあ、食料事情も悪い、まあ、非常にこう環境の悪い中でやはり2人の子供を亡くしてしまったということで、まあ、非常にこの思いは、悲しい思いをしたということで、まあ、行く箱に万葉の露みな走れ、それからかじかみてあやふみ抱く真珠箱と、まあ、これが私が生まれ、私は12月17日生まれですから、まあ、ちょうどその二人の子が亡くなった後に出てきた私を、ね、読んだ句です。から国見上げなき秋の夜の肩車っていうね、これは非常にこう、まあ、俳壇でも有名になった句であります。不要一家まず先玉の消化立つということで、ちょうど昭和36年だと思いますけど、まあ、今現在私が住んでいる八幡の6丁目というところに一軒家を建てまして、まあ、初めてそこに、まあ家族との、ね、生活が始まった、落ち着いた生活が始まったわけです。見ほとりに母ある甘さ、梅雨月よと、見ほとりに母ある甘さ、梅雨月よと、まあ、この母というのは、自分の実際の母ではないんですけど、これは、私の母の母ということで、だからいわゆる義母にあたるんですけど、まあ、敏郎の、まあ、考え方の素晴らしいところで、この母をね、普通、まあ、義理の母だと義母とかね、まあ、そういうふうに書いて母と読ませたり、非常にその区別をするんですけど、そういうのを嫌いまして、母は母なんだということで、やはり、女房の母でも自分にとっても母なんだということで、まあ、生涯通してずっとこの母というね言葉を、義母にも使ってきたのが敏郎の特徴だと思います。昭和38年にこのね、私のおばあさんというか、この見劣りの母が亡くなっているわけですけど、女屋が2つ親子4人に隙間なし、まあ、これは本当に、本当の、まあ、母を見送って本当の自分の家族だけになった時のね心境を読んでいます。また放置しあと妻が咲く天井へということで、父と母は大体こう年齢が7つ違って、母が7つ若かったんですけど、まあ、非常に、50代後半から非常に病気になりまして、まあ、早く行ってしまったということで、まあ、その母を母っていうか年齢にとっての妻を偲んだ句でもあります。これは私の家の中のね庭の中に、灯籠としてこの句碑が、存在しています。市川の風物をどういうふうに読んだかということで、これは非常にママが改修される前のねママ川の風景のところで撮った句、写真です。どんな句があるかなっていうことを調べてみましたら、ちょうど咀嚼音の3句目に出てくる、まあ、冒頭から3句目に七草の箱辺の実燃え葛飾のということで、
これは昭和22、23年の句ですから、俳句を作り始めてっていうか、市川に越してきてすぐ読んだ句ではないんですけど、やっぱり、市川っていうところにね、意識をした、葛飾野に来たんだっていうね、一つの思いがあるんだろうと思います。それから中山恩樹院の荒行ということで、静かなる熱気歓迎後の層に酔うということで、ちょうど私の菩提寺は日蓮宗の、東京にあるお寺なんですけど、その、住職が勧業に入るときに、それのお見舞いに行ったときに作った句だろうと思いますけど、そういう句です。それから黒松の句もね、読んでます。これは結構平成の晩年になってからっていうか、この松の花がして、それよりの出期から葛飾は黒松ばかり初明かりということで、割とこうお正月、新年を迎えた、年も新たになった時にふっと見上げると黒松があって、それを読んでるということで、やっぱりなんとなくこう、そういう時に近いっていうね、に対しての思いができたのかなと思います。川筋に住むゆえおぼろ庭に来ると、これはママが、私の家も今ママから本当に50メートルぐらいですぐ家に入れるわけですけど、そういう、ママがの下半にある家ということで、そういったものを読んでいるだろうと思います。東京を読むということで、週2日東京に出て行き寝取り、東京をふるさとに持ち春を惜しむ、谷中生姜の何年残りたる我が聖地、細桜聖地谷中の名をも今も、名を今もというような句で、やはり33ぐらいまで東京にいたんですけど、谷中で生まれて田畑で育って、また一つの下宿時代も谷中で過ごしているということで、やはり東京への思いっていうのがね、非常に、65年間石川に住んだんですけど、東京への思いっていうのは非常に強かったということで、その一つの証として、死ぬまで、本籍地を移さなかった、自分の家が、市川にあるわけですから、そこで市川に本籍地を置いても良さそうなもんなんですけど、東京に生涯、本籍地を移す、やはり、何かこう履歴を書くときも東京出身っていうね、東京都出身っていうのは、それが非常に自分の誇りでもあったんではないかなというふうに思います。そういう意味でなかなかこう、総武線に乗って、やはり元八幡から、上り方向にしか行かなかった人で、なかなか千葉の方向には行かなかった人なのかなと思っています。不祖の地を読むということで、これは春潮に遠なる能登を武郷落とすと、春潮の遠なる能登を武郷落とすというね、これ能登の和倉で読んだ句ですけど、これをのちょうど、七尾市に今句碑があります。汗ばみて加賀豪城の地ありきり、父の地の夕焼けつばめ皆燃えよ、我も持つ鏡戸の地や夏痩せて、春潮の遠なるのと勃起落とす、青木のと死の地を、死の地、不祖の地、我が名の地ということで、これはちょうどのとを読んだ句ですけど、汗ばみて加賀豪城のっていうのは、これはちょうど咀嚼音に、収載されている句ですけど、戦後、旅行というのもなかなか行けなかった時代ですけど、一番最初に行った旅先っていうのがこのやっぱり北陸、
まあ、これに憧れたんだろうと思います。やはりそれはこの、まあ、父親が出た出身地でもあるということで、まあ、自分もこの加賀の地をね、引き継いでるんだという意識で訪ねたんではないかと思います。ここからは、この市川、私が市川をどういうふうに呼んだかということで、仕事場の市川ということで、私は昭和24年から現在まで72年間市川で暮らしています。先ほどの敏郎より、もうすでに5年長く市川にいるということになるかと思いますけど、やはり敏郎は33まで東京にいたっていうことがね、まあ、大きな一つのポイントになってくるんだろうと思いますけど、私はやはり、まあ、生涯ここにいるということで、まあ、一日で橋を架け交う冬景色、抜くはずの足の深みへ蓮根掘り、ここら辺の句は私は最初に、まあ、市川市役所に、勤務してからは、まあ、技術屋だったもんですから、土木工事というのが多くて、まあ、この現場に行った時のね、作品というか風景を詠んだものです。まあ、非常にこういった田園風景の豊かなところで、まあ、大体一日で足を駆け交う冬景色、まあ、ここら辺は明殿の今の明殿じゃなくて明殿がもう蓮の田んぼねあったような時の句だろうと思います。まあ、私も役所に入って、まあ、その後文化とか企画とかそういったところでの仕事もしましたけど、まあ、後半の句は炎天にルーチンワーク壊し寄りというね、非常にやっぱり行政改革というのがね叫ばれた時代に、まあ、こういった恥かみをかみて改革企ずるというような、こんな句も仕事の句として作っています。つわ咲いて、これは家庭家族を詠むということで、つわ咲いて生家の間取り思い出すということで、それから、まあ、これは生家っていうのは先ほど言いました八田神社にほど近い線路際に住んでいた時の間取りですけど、非常に狭い中にね3つの部屋しかない中に、先ほど言いました、4人の家族とそれから母がいて、まあ、3つの部屋に5人がいたということなので、非常にこう手狭なところに住んでいたんですけど、まあ、非常にそこには思い出がたくさんあるところです。星祭り闇には干さず悪の服、浅寒となりしか土の常の父の音、卒業し等身距離出発する法の木を知るべに父の盆地かなというようなね、家族家庭を呼んでいます。まあ、市川の風物を読むと、まあ、ちょうどこの写真は中山法華教授の祖師堂の欄干の上から撮った写真。私も黒松はね敏郎と同じように読んでますけど、黒松に塀えぐられて役見舞い、黒松の直感に薄う涅槃雪から昔の市川っていうことで、料亭は軍との殴り花は葉に、鍵盤のあと宇宙の桜冷え、行徳の千円の昔ありけり早の町、角膜弱亭の逃亡のからくり出口そぞろざむ、志賀島会一記念から言うならい六角堂は霧もみに、から中山法華教授は官業の職を揺らせし荒び声、総林の笛の音渡る滝木の、まあ、中山法華教授でね滝木の、まあ、これも私どもが企画した行事だったんですけど、まあ、そういった時に読んだ句です。まあ、市川への思いということで、まあ、私先ほど野村敏郎が市川に65年、
住み、ただやっぱり元屋台行くとどうも西の方へ向いてしまうというのが敏郎の性格だったようですけど、私は繁昌を聖地住まいやなずなうつ、おぼろこし一生一興住まいかもということで、まあ、これからどうなるか分かりませんけど、私は市川というものに対しての思いというのもね、非常に強くあるということで、まあ、こういった心境で市川への思いを寄せています。まあ、そういうことで、まあ、こういったこう同じ生まれたところでずっと暮らすっていう俳人っていうのは、まあ、広く見渡すと飯田龍太、まあ、ちょうどこれは、山梨県の甲斐国の、境川村っていうところにね住んでたわけですけど、まあ、そこで暮らしたのが石田亜京ということですけど、まあ、非常にやっぱり異教によってこう一つの旗を上げるっていうね俳人が多い中で、やはりずっとこう一生異教を、まあ、石川で暮らしながらこう俳句を作ってるっていうのは、まあ、私の、まあある意味での誇りにしているのかなと思います。まあ、そういう意味で、まあ、これからまあどれだけ生きられるか分かりませんけど、石川の誇りに思いつつ、まあ、暮らしていきたいというふうに思っています。まあ、今大体今日はそんなようなお話、まとまらない話ですが、そんなお話をしましたけど、まあ、これから今の俳句の課題っていうのもねいろいろあります。非常に今、これから心配されることは、若い人がどれだけこう俳句に、参加してくれるか、まあ、そういうこういったこう一つの俳句っていう一つの文芸が、行く末までもこうずっと続いてほしいというふうには思っていますけど、なかなかこうそういったこう環境にない、まあ、我々がこう20代の頃というのは20代同士で非常に句会をやったり、まあ、銀行に行ったりということができたんですけど、なかなか今もこう若い人のこう俳句、まあ、いろいろ多様化してるっていうことも原因なんでしょうけど、やっぱり俳句離れというのが起こっています。まあ、今俳人協会っていう組織も1万5000人の会員がいる中で、50代以下の会員が1000人を満たないということであります。まあ、それに引き換えて、90代100歳以上は1000人を超えているということで、また70代80代は非常にたくさん、ここがこう中心になっているということで、俳人協会1万5000人の平均年齢が 76.5 歳というような、非常に高年齢化しているということが非常に心配なことであります。そういう意味でもこう非常に、これから、テコナ文学賞、こういった、子どもの部への参加というのもねやって、ぜひやっぱりこういったこう身近なこう一つの死刑というものに親しんでいただいて、将来につないでいただければいいかなと思います。それからまたあと、今年の夏も、猛暑というより酷暑という、ね、言葉が使われているように、地球温暖化というのがね、あります。非常に季節がこうずれてきてしまう、非常に今台風もなんか東北に行ってしまう台風があったりとか、そういうこともやっぱり異常現象が起きたりするのもそういうことなのかなと思いますけど、そういうことで当然こうやはり先ほどの言った24節気の、季節の区分というのも非常にその境がこうあやふやになってきているということもいろいろ危惧されることだろうと思います。そういう意味でこう非常にこの、俳句という約束事が多い中で、こういった現象はどういうふうにこう、我々は対応していったらいいのかというのが大きな課題でもあるかと思います。
まあ、そういうことを心配しながら、ぜひまた俳句というものがまたこの市川の地で盛んになってくれることを祈って、私の講演とさせていただきます。どうも長い間ご清聴ありがとうございました。